はじ、えー、めに一言お祈りをさせていただきます愛する天のお父様あなたの皆を心からお祈りいます、えー、こうして今日久しぶりに長崎教会に、えー、帰ってくることができ礼拝の中で証をさせていただくことができることを心から感謝しますどうか聖霊様があこの証と三名の時を導いてくださってあなたの喜ばれるものとさせてくださいこの時を感謝しますこの祈りをイエス様の皆によってお祈りしますアメン 皆さん、おはようございます。えー、そしてお久しぶりです。えー、とですね、最近、えー、落ち着きを手に入れつつある <laughs>、言われです <laughs>。とですね、えー、と、えー、今回、今、夏休みで新学校が、でそれで戻ってきているんですけど、うちの新学校があの東京新学校というんですけども、夏休みがとても長くてですね、小学生より長く、えー、7月の20日ぐらいから、 えー、明日までで休みなんですねあさっての火曜日、えー、11日から授業が始まるんですけど、えー、まあ本当は8月中に帰りたいなとずっと思ってたんですけどまあいろいろ日程をこう合わせた時に今回のタイミングでしか帰ってこれずそれで、まあ、今回帰ってきましたで今回は、まあ、結構割と4日5日ぐらいですか、えー、時間をとって帰って 久しぶりにまあゆっくり帰ってくることができたのでえ本当にまあ今の時点でとっても長崎があの楽しく <laughs> あの祝福されています。えー、で、まあ、何を話そうかなとか思ったんですけど。 えー、というのは食事会をこの間させてもらってその時とか第一礼拝もちょっと明かしさせてもらったんで同じこと話してもらって思ったんですけどまあやっぱ同じことを話します。<laughs> えっとでえー、ここ最近本当にすごいあの神様の恵みを,を受けているんですね3週間4週間ぐらいの話なんですけどあの、えー、ちょっとだけ向こうに行ってからの2年半ぐらいのことを大雑把に、えー、とこうちょっとこう振り返ると。 あの本当にめちゃくちゃな2年半をこう送っていたんですね。神様のために献身をしてえーで神様の働きをやっていくんだという思いでまあ向こうに行ったわけなんですけどえ自分の中でこう自分が思い描く神様に仕える人の姿というものがこうあったわけですね。それはひと言では言イエス様の姿なんですけどもあの毎日こう朝ごとに起きてえ神様と交わり そして誰と話すときにもキリストの心を持って使え愛の言葉を語り人を立て上げそしてえ何があってもいつも喜びにあふれてそしてえどんなこ,うことも責任感を持ってやり続けていくみたいなこうあってでそれを精霊様の助けによって必ずできるはずだしそれをやっていくんだみたいな思いがこうあったわけなんですね。最初の2週間ぐらいで はちゃんと争点に行ったんですけど2週間で終わりました <laughs> であの3週目からもう早点に行けなくなってで,、まあ、でも、まあ、最初の1学期間は良かったんですねところが夏休みに入った時にあの昔からそうだったんですけど中学校の時からテニス部にいた時も部活引退するとと,ともにあのそれまで毎日朝早く起きてたのが朝起きれなくなりあの家に帰ると何もやることないからずっと寝てみたいな。 夏休みが本当に僕嫌いだったんですね学校がある日は学校行けば友達いるし楽しいんだけど休みの日って何もすることないよなみたいな嫌いだったんですねで進学校入ってもう夏休みになって、あのー、自分でこうきちっとこう神様に聞いてその日何をやるか決めてやっていかないといけないっていうところで何していいか分かんないしやることないしみたいなでぐうたらぐうたらしてですねそっから生活が乱れ始めて、えー、争点にも行けてないし。 夜は寝れないしネットはやめられないしみたいなで進学校で遅刻欠席多発みたいな <laughs> いう感じだったんですねただまあそんな中にも何て言うんですか神様と共にある喜びみたいなのはまああったんですけどこうその中でしっかりその神様との関係を自分がしっかり持てていればよかったんですけどあの。 それをこう継続して持ち続けるということがなかなかできていなくて時々神様と交わって自分の調子がこうすごくバーンと良くなったと思ったらあの3日後ぐらいにはドーンと下がってズーッみたいなドーンパーンドーンバーンみたいなこれをこうひたすら繰り返すっていう <laughs> 感じだったんですね。それをまあ2年間ぐらいずっと続けておいてまあ続けていくうちにこう何度もこのままじゃダメだめだあっていう思いと。 でもこのままじゃだめだけどっていうのは分かってんだけどどうしようもない、うどうすることも自分もできないみたいな、いう中でどうすればいいんだみたいな。でもある時こう進学校の先生がですね、パウロはあのその働きを始めた最初の時の手紙ではあのなんていうんですかあ、あ最初のとの手紙とまあ途中ぐらいの手紙と最後の晩年の時の手紙で 少しずつ、その最初のうちはクリャンのあ、人たちの中で一番小さなものですって,って、でもその次は、クリスチャンの中でもう一番小さなものだと、で最後には、罪人たちの中の,あの頭であるということをこ言っている、まあ、そういう授業があって、もうそれめちゃめちゃ心に響いて、あもうそうだなと、あのー、神様は罪を忘れてくださるけど、自分は、あの囚われるという意味ではなくてですよ。 その罪人であるとことをますます痛感していくんだなみたいないうことをこうすごくこう思わされてその中でえただまあそれは神様の恵みとかいはそれを思えば思うほどどんどん分かっていくんですけどそれがどんどん分かっていけばいくほどに何て言うんですかあのこうどうしようもないけどこのままじゃだめだみたいないう思いがこう強くなって。 だけどどうすればいいんだという中で最近そのここ1か月ほどあの厚木の教会であのディボーションの箇所がエゼケールの箇所だったんですねで厚木の教会では小山礼二先生牧師があの主任牧師なんですけどもう一人副牧師の方がいらっしゃってこの方がキム・ソンミン先生といってまあ韓国人の女性の牧師の方で。 すごいそのディボーションをとても大切にする人でいわゆる黙葬とか瞑想ということをあのされる方なんですねでそこであの聖書箇所を読んであの短い箇所を8節とかあの10節とかの箇所を、まあ、何十分ってかけてあのそこからあのあの片言の日本語で神様が私たちに何を語られるか神様がどのようなお方か。あの 分かっちゃっていいいきましょううみたいないうことをこう言われるんですね毎回でそれをこう見ていくうちにエセキエルはあーの途中らへんひたすら裁きがこう語られていくわけなんですね。で僕はそこを読んでいくうちに「やっくり改めないとな」と思うんですけどあのでもその自分で自分を変えられないっていうところでどうすればいいんだみたいなもう本当にそに十字架の恵みに寄りすがるしかないなと思ってまあ もう神様悔い改めようと思っても自分の,その生活を変えることができません、ただただただ私はあれんでくださいみたいなこう祈ったときに、神様からなんかあのどうせ決心して明日から争点に行こうと思ってももう続かねえんだよなみたいな3日後にはどうせ行けなくなるしなと思っていたのがああ3日後、2日後、明日のことは神様に任せればいいのかと。 いうふ,うにこうふっと思いが与えられてあのそこを神様ができるようにしてくださると信じるのかそれとも自分はできないという、まあ、まさに悪魔の言葉を信じるのかということが問われているのかなと思って明日のことはもう任せてただ今だけ従っていけばいいんだとい,いうことをすごくこう思ったんですねでその時にあ神様は今あ受け取ってくださっているということをすごくこう思って。 その日から本当に久しぶりに、えー、続けてあの今争点に行けているんですね。でまず争点に行けるようになったこと自体が神様の奇跡だったんですけどその日からあの祝福がものすごい続いていて、えー、まあいろいろあるんですけど悔い改めたことが争点のこともあったしまあ日々の生活のこともありましたしまあ今日は一つだけ話したいと思うんですけどそれがお金のことだったんですね。えー まあ、料理をするのが本当に面倒くさくてですね、であの僕はどっちかというと、あんまりその食,食に対する執着がない <laughs> あのタイプなんですねあの、お父さんのことは思えないと <laughs> いう感じかもしれないですけど、まあ、違うところが弱いんですけど、1人で暮らしていてあの、ご飯を作って食べることと、あの そのご飯を作る面倒くささがない代わりに食べられないことをどっちを選ぶかといたら,食べ,られ食べない方を僕選んじゃうみたいないう感じなんですけどそんな感じで料理を全然し,てしないのでその分こう買い食いをしたりだとかあの外食しちゃったりとか結構お金を浪費したりしていらないものを買ったりとかでさらにはですねあの詐欺に引っかかっちゃってこの中身もあのそんなの誰も引っかからんだろうみたいない。う もう明らかに詐欺みたいなやつのにその時あ,のあまりにも純粋だった僕は引っかかってしまって <laughs> <あの笑>で3ヶ月ぐらいですねあの自分の、えー、カードから6500円ぐらい引き落とされていたんですねで7月の通帳の中の残金が300円ぐらいになったんですでまあ300円ぐらいになっただけなら別にそんな大した問題ではなかったんですけどあるちょっと向こうで関わってる人があの生活が厳しくなって こう献金をしようとしたときにそのこ,この額を送りますって言った額を送れなかったんですねでこれはええまずいなあと思ってでそのことを悔い改めたわけですねで争点が王に出たあのその日か次の日ぐらいに8月分のお金が入ってきてでその8入ってきたお金から、まあ、11献金を してでその人に献金をしなければまあちょうどだったんですよ <laughs> でそこでまあでも悔い改めたしなと思ってあの1万円をとりあえず献金したんですねただそれが8月8日か9日あの水曜日だったんですけどあす違う木曜日かな木曜日だったと思うんですけどその次の日の金曜日にあの僕はそんな状態だったので もう今回帰省するお金がないないと思ってえ神様もし帰省することを見心でしたらよければ交通費与えてくださいって祈ってたらその日に「のこの夏に帰省もするだろうから交通費の足しにしてください」って言って1万円献金が入ったんですねああ神様素晴らしいなと思ったら次の日にまたある人が「今度妹さんが来るんでしょ」って言って「これで美味しいものでも食べなさい」って言って1万円を献金して。 くださったんです、ね、まあそれでそのお金であの B ちゃんとあの食事に行ったりとかしたんですけどそしたらえんちゃんが「俺が行った時はそんなとこ連れて行かんかった」みたいなこ <laughs> う言ってたんですけどまあ,あのそういう裏があるわけですね<笑>で<笑>で日曜日に今度はまたある人が来て「この間家庭集会に来てくれたけど交通費渡してなかったかね?」って言って本当は実はあのその旦那さんがくれてたんですけどその奥様,奥様が。 また1万円を献金してくれて3日連続で1万円入ってきたんですねこ,これは神様すごいなと思ってで B ちゃんが月曜日に来て B ちゃんに「いやこんなことがあったんだ」って言ったらあの B ちゃんが「おばあえ待って」って言って「おばあちゃんからヨハネ君に献金をもらってきたよ」って言うんですねであのおばあちゃんはヨハネ君はもう献身者だからこれはお小遣いじゃなくて献金なんだよって言ってたって言ってもらってまた1万円が。 入ってきてき4日連続であの献金が入ってきて、まあ、僕は、まあ、あの10倍になると思って5日連続来なかったんですね <laughs> で本当にそのあの神様の真実さというかあその中で、えーまあ、その他にもいろいろなことがその期間バーンと続いてあ神様は生きておられるんだなということをすごくこう覚えさせられて。 なんかその献金を通してものすごい、えー、神様の愛というかをこう思ったんですね、えーまあ、今日はそのことをこうちょっと明かし、えー、させていただきたいかなと思いますであのー、ぜひお祈りに覚えていただきたいのが、まあ、そんな状態だったので、あのー、こう新学期あさってから始まるんですけど遅刻、まあ、欠席せずいけるように <laughs> それで、あのー、卒業するためにですね あのちゃんとレポートと卒業論文を出さないといけないんですけどこの論文を書くっていうのは僕はとっても苦手で,で本読むのが嫌いなんですね、漫画とかあの映画とかで自分で考えるのはすごい大好きなんですけどあの本って人の考えを読むわけじゃないですか。 めんどくさいいよみたいなもう自分で考えさせてくれみたいな <laughs> あのい,ういう感じであのでも論文ってそうじゃないですかあの自分の考えじゃなくていろんな人の誰々がこう書いて誰々がこう書いて,誰々が書いてで聖書がこう書いてこうだみたいないうのを自分の結論を出さないといけないわけでもう本当に無理なんですよねでもちょっとそれをやらないと。いう いけないですしそれをやることで多分きっと神様のたくさんの用意があると思うのであのぜひお祈りしていただければというふうに、えー、思いますじゃあちょっと特別賛美